い、どうもじゅんじゅんです。はい、そら先生です。よろしくお願いします。スクラム忘れてきちゃった借りてます。店はネイビーで統一してます。店のテーマカラーがゴールドとネイビーとブラウンで決めてるんで、急ぎすぎて持ってくるのを忘れるっていうね。なんでそら先生に借りてます。いや、これいつも着てる。いや、ちょいつも白のクリームのやつだとこで、前回ネイビー、前回ね、今日ちょっとお互い、そうそう、いつもと衣装が違うってね。今日は、いや、今日はね、編集しながら、そら先生小顔矯正してるわけじゃないですか。そら先生の施術のこととか全然知らないなと思って。まあ一回どっかであげたもんね。お店紹介はあげてますけども、そら先生の動画あげてますけど、そら先生が一体小顔矯正やってるのは分かりますけど、何がいいんやろっていうのが、小顔になることが、あ、そう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 、で、小顔の良さとかね、小顔矯正ってなんでいいのとかっていうとこ、はい、あるよ。あります、今日聞きたいなって思ったのは、まあもちろん女性が小顔矯正は多いですね。まあまあ多いというか、まあだってね、そら先生のお店ほぼ女性って言ってたんで。でも男性もいるわけでしょ。そうですね、さっきもね、撮影する前に施術中やってきたら男性の方がね来てたっていうのもあるんで、聞きたいのは男子でも小顔矯正するメリットがあるんかなっていう話ですよ。あるよ。あります。ほとんどの男性の方がやっぱ顔でかいし、うちもスキンケアする先生も言うけど、なんか塗る時の面積やっぱ男性の方が多いとか、ヘッドマッサージでもやっぱ女性よりも男性の方がゴツゴツしてるなとか。いや、まあ確かにさ、あんま大きな声で言えないですけど、はい、たまにさ、巷で歩いてるカップル見るときに、はい、女性と男子の顔の差が2倍ぐらいある人いますよ、ね、気に使わなあかんから、遠近法で。うちの嫁もちっちゃいから顔が。そう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 、だそういう面では顔、もともとやっぱ見た目、もちろんやっぱやった方がかっこいいのもあるし。そうね、小顔で言うと、ここはやっぱ頭が結構大きかったりするから、ここは入ると帽子かぶりやすいとか。あそんなもそんな顔でかいやついる？いやいや、俺。あ、そうなの。頭。ジャンプするヘルメットかぶってやらなあかん競技とかやったら、だいぶ浮くよね。ラフティングとか、バンジージャンプするとかだったら、もうだいぶ頭ヘルメット入らへんね。顔が、まあ、とりあえず、まあ、ちっちゃくなるっていうのと、ちょっとイケメンにはなりますかね。全然変わります。やっぱうち、目も大きく、結局顔が、輪郭がちっちゃくなって目大きくなるんで。清潔感が上がる。全然アップするね。爽やかイケメンになれる。ほうれい線がやっぱ上に上がるんで。若々しくも見える。そうやね。マイナス5歳とか昔言ってた、ね。あ、多分これはね、皆さん、美容院でもこう、上向くときと下向くときの表情で違うと。ちゃうね。グッと引き上げてるときの方が、目も上がるんで。マイナス5歳。店に来てるお客さんとかで、そら先生のところの店来て、来る前と来た後変わったこととかあるんですか？顔で言うと、たるんでたもさっとした顔が引き上がるから、飲み屋のお姉ちゃんとか、まあ、奥さんとかにも痩せたとか、体重は一緒やん。体重は変わってないけど、やっぱ見た目のこの顔がちっちゃくとか、ほうれい線がグイッと上がるだけで、ちょっと体重痩せたんじゃないみたいな、ダイエットしたんじゃないって言われるような。それはよう言われてあるし、うち眼性で目悪い人とかもいるから、眼鏡かけてる人とかで、ここがやっぱ頬骨が出るから、眼鏡の鼻受けのあれ、カタカタする、あの辺が全然変わるね。まあ、確かにちょっとわかる。自分も今コンタクトなんですけど、はい、まあ、眼鏡するわけじゃないですか。ここに跡をつくよね、眼鏡のこの鼻受けっていうの、あるよね、鼻にピッて押さえるやつ。プラスだ、ほぼ寝てる人って鼻受けじゃなくて眼鏡がここ当たってる。あ、いるいるいる。ここでしょ。そうここにこう大きい眼鏡が当たってる人、ね、鼻受けの前に眼鏡が、だからあれが変わるよね。だからこんなことで言うと、花粉症の人もう聞きたくなかった、今花粉症っていうフレーズを。花粉症になってきて目がポシポシポシするときによく使うのが、アイボンというか目を洗うみたいな。あ、目洗うやつね、あれもみんな肌漏れする人いるからフィット感が合わない。そんな人いるの？いる。要は目洗うのキャップがここに合わないってこと。ほんで、だからどっちかが合うとかね。右が合うけど左は頬骨が出てて流れるとかは、そういうとか徐々にやってる。これは密着しないってこと。あ、でもそれごめん、男性じゃなかったな。50代の、もう60代なけども。いるってことだよね。そういう人が。こんだけ顔が、今目ばっかり。むくんでるの？むくみと、だからここまでこうグイッと入れる作業をするから。顔が、俺は専門家じゃないかわかんないですけど、顔って頭蓋骨って1個の骨じゃないじゃないですか。パーツが離れてる。その顔が大きくなってる原因は何なんですか？顔の1個1個のパーツがこう隙間が空いちゃってるのか。隙間が、まあ、縫合っていうんだけども、この隙間が開きすぎてる人から閉じてる人もいるから、内圧って言って顔から出す、この圧迫を抜くっていう作業をするんだけども、もちろんだから筋肉によってたるみながらも来てるから、両方するから。小顔矯正ってのはそういう
うのを骨の隙間を埋めたりとか、うん、直接骨を触ってるわけじゃないけども、うん、筋肉からアプローチして、うん、骨をまっすぐしたりとか、昔有名だったのがコルギとか、あれは痛い痛いみたいなわけでも圧迫をきつくしたりこうグイッとやるような手技もしてるね、うちは。その合わせて、ね、顎関節症ですとか、人にはむくみが取れるし、うん、筋肉もほぐれる。表情筋とか言うじゃないですか、口のこの可動域が全然違う。開く、単純に指がガッと入るし、で喋りやすいとはあるし、まあ、この指のうちはまあ口の中突っ込まへんけども、うん、全然そこでガッと開く。やっぱこの辺とかね、そうそう、小顔矯正に来る理由に第3みたいな 1,2,3 位が裏が気になる、うんうんうん、むくみ、たるみ、あとほうれい線、このここ、ね、だいたいこの3つほとんど関わる。男子は割と眼性疲労とか頭痛だ、ヘッドマッサージ寄りの人が多いかもね。小顔言うてるけど頭部、小顔もやけどこっちがメインの人いるかな。まあ顔やもんね、顔も頭も一枚の皮でつながってるという意味では一緒っていうことなのかな、うん、頭も触れば顔も変わるもうそれは変わる。こうちょっと頭、結構頭めっちゃ硬い、パソコンとかね、こうどうやって動画を編集してるわけですよ、うん、頭がカッチカチになってるんですよね。はいはいはい、顔もこう影響出てきちゃいますよね。うん、ねまあ細かく言ったらだって咀嚼筋って言って、はい、順で言うとここ側頭部、頭のここと、うんうん、さっきのエラの部分、この2つをどんだけ緩めるかによってフェイスラップが上がるし、うちのそのカラスマのヘッドスパ専門の方は、うん、ここだけ触って、うん、終わった後みんな、うわ目が引き上がった、顔がちっちゃくなったっていう。ここだけで顔は触らへんから、あっちは。あ、顔は触らへん、あ、そうか、ヘッドのみやから、うん、ヘッドのみやから、ヘッドの、うん、特にまあここだけど、どんだけ側頭筋とか緩めるか、うん、そう、まあ、繋がってるのかな、今言う。もちろん小顔矯正大事なのは大事なんですけど、うん、男の場合、まあ、小顔になりたいとかってあんま思わない人多いじゃないですか。こういうアプローチよりかは、うん、目が疲れるとか、うん、そうね、結構パソコン仕事で頭硬くなってるとか、うん、薄毛というか効果あると思う。育毛の刺激というか、ハゲへんとは言われへんけど、まあ、要はハゲる原因ってここの頭皮の血行不足ですよね。そうそう、うん、硬くなりすぎちゃってる、パソコン仕事とか目の刺激で目が疲れてこう頭皮がガチガチになってみたいな、うん、そっちもいけるってことですよね。変わる。今年からうちが針を導入したから、前までは美容針だったけど、うん、美顔針。美しい顔の針は、美しい顔の針は世の中いっぱいあるから、あんま今ないねんけど、ないからそれをちょっと頑張って検索あげようかなって。目眼科の眼、目辺に美しい美顔針。そう、目の方ね、目の方、顔面の癌じゃなくて眼球の癌ってこと。そう、美顔針にしてると男性は受けいい。その小顔がとか美しさが苦手な女性からしても、うん、多分疲労よね、うん、疲れ、疲労系に目の疲れとかこの頭痛とかもいけるってことか。そう、もう最近ちょっと それにしてる。それでちょっとこう取っていこうかなみたいな。でもいい品かとか検索しても、もうじゃあ小顔矯正みたいな感じじゃないんやね。小顔になりたいから来るもんじゃなくて、そっからのいろんな派生が、顔の状況を何とかしたい、顔の疲れを何とかしたいってこと、うんうんうん、小顔メニューに全てに首触るから。おお、この辺、うん、基本的に顔って顔だけのところが多かったりするし、うん、ってのヘッドマッサージでも頭だけとかやけども、うん、あっちのガラスマの方は頭やけども首も触るから、ここはこの面の部分触らへんけど、うん、首とこの全体的な頭頂の全部頭終わらはるし、なんか楽になった。確かにこの頭蓋骨とこの首の、そうそうそう、このラインを全部、この辺が一番しんどいんですよね、うん、ここはだからうちはこだわってるから、首が触れへんかったらなかなかゴーも出せへんけど、ボーリング玉ぐらいあるんでした、うんうん、頭って乗っかってるわけですもんね、うん、首にも負担がかかってるってことですね。こういうこともなるし、そういうちょっとした悩み、傷病言うたら小顔矯正はうちの目にはね、調和って言われると痛くないと。あ、痛いことが全てでもないですもんね。パック加減が優しいというか、うん、爽やか度、清潔感アップするっていうのももちろんいいですけど、仕事とか学生やった学校とか行って、うん、まあ、普段のやらなきゃいけないことあるわけじゃないですか、はい、目も酷使するし、うん、そういったところの疲労を取れるという意味でも小顔矯正というかこういう施術を受けてると毎日のパフォーマンスは上がるってことっすよね。絶対に人前でこうやって準備みたいに喋る人は変わりますね特に、そう、ね、最近ちょっと、ね、クリエイティブになってるから、よく検索の頭が凍るってことは、ね、完全に30分ぐらいうちのヘッドスパやったら、うん、表情グイッと上がる。悲しいかな、こうやってさ自分の顔を撮って動画撮ってるわけじゃないですか、はい、嫌ってほど自分の顔見てるからね死んでる時の顔との違いよって思うもんね、うん、ちゃ
んとしなきゃなと思う、頑張っていこうっていうのをね決めてやっておりますけども、やっぱ思うんですけど、はい、顔って自分の、うん、自分じゃ見えないじゃないですか、まあ、こうやって鏡っていうかね、カメラに映ってたら自分の顔初めて見ますけど、基本的に普通生活してたら自分の顔って自分で見えないじゃないですか、はい、他人に見せるもんだと思うんで、他人に見せれるぐらいの顔にはしとかなあかんですよね、うん、エチケットということでね、口紅塗るとか化粧するとか一緒で、うん、ある程度の、ある程度の顔とか言うとなんか難しいけど、まあ、別にかっこいいとかね、うん、綺麗とかじゃなく手入れちゃんとされてる、そうそう、むくみすぎてるのもちょっと失礼やし、ある程度の整った顔にしておくっていうのは大事ってことですよね。大事だと思うよ。男子は特にね鏡見ない人も多いんで、そうそう、化粧もね、うん、まあ一応少人数ちゃはる人もいるけど、基本的にはすっぴんでリハルくんやから、はい、あの人と同時でね、はい、顔もやるといいかなと思う。男もちゃんとやりましょう、はい、ありがとうございます。はい、ということで本日の動画は以上になります。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします、はい、では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。